あ、お取り込み中、はい、失礼します、はい、何ですか。これから後半なんですけど、うん、前半のスコアはお二人はおいくつでした。あ、スコア、うん、4-3と4-5、はい、2打差、はい、2打差です。あ、もういけるよということで、はい、3ホールね、はい、対決してみたっていうのをやってみたくて、でマリンちゃんもねちょっとここで3ホール集中してもらって、もしかしたら今日80台でいけるかもしれないんで、そうだね、はい、頑張ろう。ちょっとこの3ホールピリッと気を引き締めて対決してみたいと思います。はい、わかりました。頑張ります、はい、じゃあお願いします。お願いします。じゃあドライバー、はい、よーし、気合入ります。バキバキの順、それさ、マッチプレイ、マッチプレイじゃないわ、ホールマッチ、ホールマッチ、よし、じゃあ後半もお願いします。お願いします。ホールマッチ、おお、やっぱり対決となるとちゃんと打てるんだ、すごい。じゃあ親分の胸を借りて、はい、後半もお願いします。お願いします。これがガチですね。これがガチです。じゃあ、ホール目は勝ちということで。いや、まだわかんないからね。ピーなくなった？なくなりました。でも、大丈夫です。はい。勝つ気だけ、ちゃんと持ってってくださいね。はい。拾って。拾って。はい、ティーは大丈夫です。置いてってもらって。わかりました。多分150ぐらいなんですけど、上げてるか届かないかな。ちょっとグリーン外して右行っちゃいましたね。バンカー入っちゃった。マリンちゃんは右の池に入っちゃって、ここは全身4打じゃなくて全身3打だ。ちょっと得ですね。ラッキーです。チャンスですよこれは。はい、チャンス。左に行っちゃってるので修正します。はい、うん、最初からつれ、ありがとうございます。入りそうだった今。リンバーディー。やっぱり浅い。
ょっと親分読んでくんなかったっすね。対決になるとちょっと変わっちゃいますね。今この辺多分狙わなきゃ。そうですね、いけなかった。お、はい、優しい。ボギーパット、ダボパット。ナイスです。やってます。さすがバキバキのジュン。まあホールマッチなんで、はい、忘れて次行きましょう。はい、あ、ありがとう。どう、同じスコアだったらマリンちゃんの勝ちでしょ。ってやつ。とりあえずそれにしとこうか。3ホールやりたいからね。オッケー。尺の関係。引き分けもマリンちゃんは勝ちです。よし、あ、そうそう。尺の関係。尺の関係で。嬉しそうだな。楽しい。楽しい。楽しい。今日楽しいんだよね。え、本当？うん。平和だね。うん。勝です。おお、転がってる。あれなんかドラコンの旗みたいなですね。出てくれた。うん、あー、まあ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 大丈夫。ちょうど止まった。はい。OK。OK OK。よし。OK OK。セカンド頑張ります。頑張れ。はい。当たりはいいけどね。バンカー行っちゃったかな。こういう時は、じゅんちゃんにはミスしてもらいたいと思うんですか、それとも、はい、いいプレーをしてもらいたいと思うんですか。自分も内緒して、じゅんちゃんに追いつきたいと思います。なるほど、当たりの触りのない回答でございました。俺は、あの、もうちょっとなんか頼む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 って悪い悪魔みたいな。ちょちょちょ、頼む頼む頼むって思うだけ。そういうこと。そっか、そう、まあ、どっちとはちょっとね言わないけど、頼むって思うだけですもんね。そう、頼むよ。ほとんど答え言ってますよ。から勝ちなんですか。あー、ちょっと、あー、ちょっと落ちてきちゃった、うん、まあまあでもちょっと微妙な左足下がりだったんで、ちょっと本当はもうちょっとこう下がったんだけど。ここあれですよね、多いですよね、そのアンジュレーションっていうか、意外と登ってたり、ね、気にしないとそういう感じの、うん、難しい台が多いかも。登ってんのに左足下がってるから、ちょっとやっぱ打ち上げたくなっちゃう。
あれバンカーかと思ったら、ごめんなさい、もしかしてなんか、まあ、バンカーに入ってないのがチャンスだからね。そうですね、探しましょう。あ、あった。お、これはもう丁寧にね、落ち着いて、はい、それは僕は分からないです。いいことあるよ。いいことありますかね。いいことある。じゃあ寄せ回しよう。マリちゃん、これ入れたらボギー。はい。お、入れなきゃ。入れたら勝ちだよ。そっか。やっぱ反対打ったよね。すらかまっすぐだよ。え、フックにしか見えない。すらかまっすぐ。ちょっとプレッシャーのあまりに。オッケーオッケー。はい、ちょっと。多分ね。すらか。ほら、すらじゃん。ちょいすら。見てるんだろうなって思ってました。飛び込みます。ちょっと聞いとけばよかったね。ですね、聞いとけばよかった、うん、でもさ、私も間違える時あるからさ、なんか、まあ、自分からはちょっと言いづらいですよね。人のラインってさ、なんか分かるね、うん、なんかそれでね、なんかそう、ちょっと失敗したじゃんみたいな、そう流れが変わっちゃうからね、いろいろね、うん、あらら、あ、もう2個取っちゃったじゃん。あー、ほんと。まあでも、あの3ホール目もやる？行きますんで。わかりました。はい、頑張ります。